プッシュプル方式の航空機の一例、セスナオをマイナスにスカイマスター。後部のエンジンとプロペラは、主翼から伸びた2本の後部胴体の間に配置されている航空機におけるプッシュプル方式とは、牽引式と推進式を組み合わせて、機体の前後に1機ずつのエンジンとプロペラを配置した形式である。双発機でも、ドルニエシースターや、 サボイア・マルケティエス55のような飛行艇の場合は、2機のエンジンを背中合わせにした上で、胴体内し主翼の上部に取り付ける形で設計される。4機以上の発動機を持つ航空機においては、複数組のプッシュプル形式を左右に並べている形式も存在する。タラント堤防やトゥポレフ・マクシムゴーリキーのように、プッシュプルと通常の牽引式を併用している例も、 存在する。カプロに CA60 は、牽引式と推進式が4機ずつ用いられ、そのうち中央線上に配置された2組が明確なプッシュプルとなっている。左右に配置されたものについては、前後を結ぶ支柱を挟んでの遠いプッシュプルという見方もできる構造となっている。その性質上、機体前面の空気取り入れ口と、 機体後面の噴射口が必要なジェットエンジンで採用することは実質不可能であり、もっぱらプロペラ機で採用されている。一つのプロペラしか持たない単発機、または全てのプロペラを推進式もしくは原因式に統一している双発、多発機と比較した場合、以下の特徴がある。以下に挙げる端緒は、機体後部にエンジンとプロペラを装着しているが、ゆえのことであり、 機体工法のみにプロペーラを搭載した推進型の航空機でも同様の問題が起こる。詳細は推進式欠点を参照のこと。ありがとうございます。